これはそう遠くない昔の話。森に囲まれたとある村に、花のように可愛らしい一人の少女がおりました。月のない夜のような黒い髪と透き通るような白い肌をした女の子です。少女はその可愛らしさ以外にもたくさんの宝物を持っていました。例えば笑顔。少女が笑えば不愛想な鍛冶屋もつられて笑い出します。例えば歌声。少女が歌えば村人だけでなく森の動物までもが踊り出します。そうして少女は心優しい家族や賑やかな村人たちに愛されながら毎日楽しく暮らしていました。それはよく晴れたある日のことです。森が色づく時期にだけなる美味しい木の実を取るために少女は友達と森に出かけることにしました。悪い魔物に操られた少女はありとあらゆるものを壊し続けます。おもちゃも家もそれ以上に大事なものもたくさんの足でたくさん壊します。少女はとても悲しみました。姿形が変わり果て手や足を魔物に操られているのだとしても目も耳も心も少女のままだったからです。そしていつしか少女はこれ以上大切なものが壊れていく様は見たくないと自らの終わりを望むようになりました。ですがどれだけ少女が終わりを望んでも魔物はそれを許しませんでした。魔物にとって少女は何百年と待ち続けた乗り物だったからです。止まない雨がないように地獄のような日々にもやがて終わりが訪れます。それは月がやけに黄色い夜のことでした。少女の村に魔物の噂を聞きつけた二人の騎士が現れたのです。一人目の騎士はのっぽでとても強そうです。もう一人の騎士は若く小柄でのっぽの騎士ほど強そうには見えません。嘆き悲しむ村人にのっぽの騎士が言いました。我々は魔物を退治するために遠い国からやってきました。必ずや魔物を倒し少女を助けてみせましょう。村人たちは騎士の言葉を信じませんでした。騎士たちに魔物を倒せるはずはなく、また新しい犠牲が出るとしか思えなかったのです。こうして村と少女の身に再び平和が訪れました。村に残った傷跡は少なくないけれど、村人たちは誰一人として少女を責めることはありません。少女は操られただけであり、一番多くのものを失ったのは幼い彼女であることを村人は知っていたからです。悲しみの終わりを祝うために村人たちは祭りを行うことにしました。もちろんその輪の中に少女を迎え入れて。少女がそれに気づいたのは祭りの喧騒の中でのことでした。テーブルに並んだケーキが甘いことはわかるのに、それを美味しいとは思えません。森の広がる闇が暗いことがわかるのに、それを怖いと思えません。そして、そう思えない自分を、辛いとも悲しいとも思うことさえできなくなっていたのです。たくさんの大切なものを壊したせいで、少女の心も壊れてしまったのか、あるいは魔物が死の間際に呪いを残していったのか、どうしてかはわからないけれど、少女の中からは気持ちがすべて消えてしまっていたのです。震える声で少女は語りかけます。私のことを覚えていますか？助けた相手が
元気でいることを喜んでくれるのか、それとも約束を守れ、答えはわからないけれど、少女は若い騎士に声をかけずにはいられませんでした。私はかつてあなたに助けていただいた少女です。あの時はどうもありがとう。少女は言葉を続けます。一度言葉を止めてしまえば、それ以上何も話せなくなるような気がしたからです。そして、ごめんなさい。私はあの時の約束を守れていないのです。懸命に話す少女の顔を見て、若い騎士は不思議そうな表情を浮かべました。そして騎士は、少女が予想したどんな答えとも違う言葉を口にしたのです。あの若者は呪いにかかっているのだ。ようやく老人は重い口を開きました。それはどんな呪いなのですか？問いかける少女に老人はしわがれた声で答えます。それがどんな呪いなのか、どうすれば解けるのかは誰にもわからない。ただ一つわかっているのは、その呪いが遠くない未来に若者を殺してしまうということだ。少女は不思議に思い尋ねます。どんな呪いかわからないのに、どうしてそれが呪いだとわかるのですか？簡単な話だよ。あの若者は決して手放せない荷物を持っているのだ。どれだけ重くても、いつか重さで体が潰れるのだとしても、手を離すことができないのだから、それはもう呪いだ。荷物の中身は関係ないんだよ。老人の話は難しくて、少女には全てを理解することはできませんでした。でも少女は老人が嘘をついているとは考えませんでした。もしも呪いの話が本当なら、あの騎士がいつも悲しそうな顔をしている理由が分かった気がしたからです。気持ちを一度なくしたことも、今自分がこの場所にいることも、すべては必然だったのかもしれないと少女は思いました。そして夕暮れに染まる若い騎士の背中を思い出しながら、少女は心に決めました。彼の呪いは自分が解くのだと。今の自分のすべては彼が守り与えてくれたものなのだから、ただそれを返すだけのことなのだから。少女は心に決めたのです。どんな手を使ってもあの騎士を助けてみせると。彼自身が望まないのだとしても、この身が犠牲になるのだとしても、たとえ世界のすべてを敵に回したとしても。マジカルアイズ、レッドイズフォーアングイッシュ。Thank you.
And one day.